はい、はい、どうもー皆さんこんばんはー<ー>毎週木曜日は毎週じゃないよ毎週じゃない毎週木曜日は <laughs> ガールズサーズデー毎月第4週目の木曜日は <laughs> ラッシュ週アラカルトー <laughs> と題しましてありがとうございます私たちが50分間公開生放送として千住ハウスからお送りしたいと思いますイエーイ,イ,エーイ そしてですね、この番組はですね、お便りとかを募集してましてですね募集してんそう、ここのアドレスまで千住アット CWAVE.jp まで送ってくださいはいはい、ということで始めたいと思うんですが私たちの自己紹介からじゃあ早速しようかと思いますはいいいよあ、そういう感じ振り雑だねはい、サチョココとサツキですよろしくお願いしますイエーイ はい、てしがわらりです。てしです。よろしくお願いします。はい、いつもはこの二人がラッシュシューとして活動してるんですけど、今日はゲストをお呼びしましたはい。はい、ゲストのラッシュシュー、ニキ2期。2期なの <laughs> <laughs> はい、ゆうきちゲストお願いします。イエーイ自称ね、自称、情ないから。カッコカりだから。はい。<laughs> それではですね、番組の方を始めていきたいと思うんですが、はい、まずはですね、自己紹介終わったということで、はい、今月、先月と何かあった思い出深いことを話していただきたいなと思いましてですね、はい、じゃあどうしよう、結城からにしようか,おおかあ、オちにするそれとも <laughs> <laughs> いや、オちじゃなくていい全然いい,然い,い <laughs> じゃあ結城から、結城 <laughs> から、うん、そう、今月あったのが、はい、あのー、9時間領収書貼り続けるっていう、うん 領収書を貼り続ける、そう要旨書を貼り続けるっていうバイトがあって。ははは、まあ、一日半ぐらいかけて、九時間、労働、うん、時間九時間ですし、やって。で、給料が、三万。え、待って、<laughs> やりたい。<laughs> 何それ、え、待って。<laughs> という謎のバイトをやってきた。<laughs> え、でも、なんか神経狂いそうだね、ちょっと。いや、でも、ずっとアニメとか、なんか、多分ね、いろいろね、何かしてながら。ずっと、でも、ば、買ってればいい,いえ、それで。

いや休憩時間特に作業時間決まってなくて自宅作業でえっやばくないやばくないや <laughs> なくていいのなんい <laughs> 人ん家行ってその、バタバタ張っておうおうで、お腹すいたって言えばなんか物出てきて <laughs> それなんでちなんか違うもの食べたいって言えばで車でピューンって飛ばして。 なんか行くみたいな。何そのいい仕事やばいね。すごいですよ。すごいね。神でしょちょっと後で紹介してもらおうかな。後ほどね。後ほど。今日ね、すごい動画が止まるらしいです。おお、皆さんご了承ください。なんて声は聞こえてるのかな。聞こえてるんじゃないかな。音を願って、ちょっとそんな感じですけど、放送を楽しんでもらえたらなと思います。はい。それで、じゃあ、うちらから。はい。うちら、ちょっと同じネタになっちゃったんです。けどそうだね。この間。 セダブル生誕主催をやらせていただきまして、イイあありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> <か>ありがとう。ありがとう。誕生日全然まだなのね。そうなんですよ。お二人の誕生日が6月26日と7月2日で、最初はその間でイベントをやろうっていう話になったんですけど、うんうん、なかなかやっぱ<ん>ライブハウスさんとなんかえ何何何あちょっと待ってその話あったでするから。<laughs> <laughs> <laughs> そうそう。えでその間で。 なんだっけそうライブをしようと思ったんですけど、うん、なかなかこうライブハウスさんと予定が合わなくて、ね、すごい早い時期になっちゃったんですけど、うん、生誕祭っていうことでやらせていただいてもうすごかったねうんすごかった大盛り上がり、うん、<laughs> で、えー、と出演者の方も今まで2人が関わってきた、うん、なんだろう大切な人たちに出演していただいてっていう感じでやらせていただいても大盛り上がりで。

じゃあどんどんコーナーを進めていこうと思うんですがメールくださいねどんどんいいですかうちらにやってほしい企画とかなんか話してほしい内容とか何でもいいので適当に送ってくださいよろしくお願いしますそれでは早速初めのコーナーにいきたいと思いますイエーイはいラッシュシュとはなんイイエイイイイエイイイイんそうイイエイイイイエイイイイだイイイイエイイたイエイ うちらねラッシュ氏はお気に入りっていう意味があるので、毎月ねいろんなお気に入りを紹介していきたいなと思っているんですが、これは定番化してきた好きなあじゃ間違えたお気に入りの洋服を着てきているので、じゃ一人ずつ紹介してください。はいじゃあウチから。はいコーデを紹介したいと思います。今日は雨予報ななったんです。うん雨予報だった。うんだった。そうだったんですよ。 雨だと思って雨大嫌いで先月もその話しなかかったただら先月とは変えようと思ってちょっとで雨で青だと思って青がすごい嫌い嫌いっていうか似合わないんですよ私そうでもなくてそう嫌じゃなくて似合わないの感触系が似合わなくてだからでも ちょっと服をあさって青い服を今日出してきました。これしかなかったです。水を意識ね。そうそうそう。なるほどね。これしかなかった。うん。一番青い服が一番青い服かそれか。そうでこれ着てこれきてで今のこれ履いてでレインブーツ履いて。それレインブーツやったのそう。おしゃれ。キッズの二十二センチ。可愛い。これキッチャイ。キッズの百四十センチ。全部ちっちゃいじゃん。そう。 百四十センチ。これ古着屋さんで買った百四十センチ入ったからさ、入っちゃった。入っちゃった。いいな。いいよね。羨ましいよね。ギッツ。はい。って感じです。そう雨で嫌だからショーパンっとか短いのにしてしました。はい。はい。雨の日コーデ。はい可愛い。はい可愛い。可愛い。可愛い。一日よ曜か。夕食ていいの？いいよ食べて。いいよ。見える？どこどこ行きたい？今日高いのよ。こっちかこっちか好きな方に言ってもらって。 <laughs> こういうの打ち合わせしとけって話だよね。ごめんね。<laughs> ね<う>はいゆうきち先生の気に入りコーデコーデを。大人っぽいね。大人っぽいね今日は。そうなのよ。どうしたの？いきなりなんかママみたいな,な。<laughs> いやーコーデの説明してよ。さあさ昨日これ買って。<laughs> <laughs> <laughs> 昨日ねこれねあの。 一応見つけたって話しちゃんですよ。ね、二千五百円安い安いすよでもすごいサザエさん好きだったね。でこれなんかお母さんがなんか履かないから言うてくれて。いいね。これも吉祥寺。大吉祥いいだな。これも吉祥寺なんだ。あ吉祥寺コーデでいいのかな今日。オ吉祥寺コーデ。オッケー。オッケー。でもなんか持ってきた。ああ、なるほど大人っぽい。大人っぽい。 何かカジュアルなゆうきちばっか見てるから新鮮いつもなんか日課ポッカみたいなの入ってるちょっと違うけどなでもちょっとこうゆったりしたの入いてるよね足短い系のそうそうそうサルエルみたいなねちょっと大人っぽいとっても。はいゆうきちのうちに入り校出ましたそしたらてしこてしがらはね今日足元注目足足元元足元 脱いだ脱いだよ。長靴ですからわるよでもね今日家出る時に小雨が降ってたから張り切って長靴コーデにしたのに一回も雨に降られてなくて傘をさしてないのこんな長靴履いてきたのにだから怒ってる怒ってる怒んなよ怒ってるせっかくせっかくねせっかく長靴を履いたのに足をねフラしないでくれるちと同じタイプじゃんでこれはお気に入りの最近買った 長なんだけどこのねおじさん T シャツこれ150円安っ安っそう群馬にね帰った時にね群馬で買ったのそう、古着屋さんがあるんだけど古着屋さんそうあるのいっぱいあるんだよそこがね半額セールだったのこれ100円だったんだけど50円になったやばくない超かわいくないこのオレンジがポイントでしょうねでしょうねでしょうねあとはこののの妹お下がり シャツ。義母だったらお上着だけどね。そう。探してなんけど。気づいてない。そう、お上着のシャツを着て。はい。じゃあ雨の飛行でオッケーっつって。こんな感じです。可愛い。はい、こんな感じ。あございます。イエイ。コメントがね、今日すごいいっぱい来たの。嬉しい。読んで読んで。ありがたいございます。真似しないで、真似しないでよ。ちょっとね、うち好きだったから。さ ラ買う買うかと思って。読めないよね。読めないんですよね。なんかラ長調ってめっちゃいいよ。あ言われる言われる。うちも最初そう言ってたよね。うちもさラ長調つって聞いてる。そう読めないんで。ラシッシュって読めますこれ。はい。いや知ってるやろ前の人。改めて言わんでもって顔してるよね。改めて言うんだみたいな。失礼しますしょ。ねいいよそういう桜みたいなさ桜やつじゃもう完全に。 もうカメラの向こうの人に話しかけてるから、もういいよ。どんどん読んで。あ、はい。さっちゃん、青も似合うよって、ありがとう。でもさ、青、すごいさ、これはまだが、頑張れる。大丈夫。お花は。なんかテッシーと衣装合わせをしてて。こういうの、どうかなみたいな。で、テッシーの服を借りて着るんだよ、その場で。部屋の中で、ファッションショー二人でやって。 で青とか柄物とか蛍光ピンクとか着せられるとさもうそワそわしちゃって言わないのにそ,、うん、そ,それ着た時は家の中歩き回ってる「あ、うん、やばいどうしよう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 」せたらいいっっ？<laughs> やばいやばいやばい」とか言ってタンクトップ一枚で歩き回ってる <laughs> <laughs> そ,うそれぐらいちょっとそわそわしちゃうの、うん、合わない色着ると、うん、あとねなんだっけ えとね、カラフルな服だなってさっちゃんじゃないです私持ってる中でさっちゃんの画像で止まってるからさっちゃんだよ多分そうなんかうちもカラフルな服持ってるのが少なくて柄物とかこれほんとすごい大活躍柄も入ってるし水色だしすごい私が持ってないのもこの服はいっぱい持ってるよかったよかったそういうのを集めようじゃ今度から分かるね はい、じゃ、あ次のお気に入り紹介に行きたいと思います。もう私はね、飲みたいのですよ。お気に入りの三人ともね、酒豪じゃなくて、なんていうんだ、これは。お酒が大好きなので、お気に入りのお酒を一本ずつ持ってきました。紹介してください。さっちゃんからどうぞ。はい、私はですね、これほろ酔い、ひんやりなし。限定、これさ、商品名どこに書いてあるの。限定ほろ酔いじゃないの。ほろ酔いが商品名じゃないの。限定ほろ酔い。 うんうんひんやりなしまあどっちでもいいと思うけど失礼した失礼した梨のすっきりした甘さが心地よいみずみずしくさわやかな味ですうん美味しいな美味しかった美味しいただねこれねひんやりなしって書いてあるんだけどちょっと放送始まる前になんだ早めに買いすぎてもうぬるいぬるいひんやりせないじゃあ皆さんは冷やしてから飲んでくださいてそうだらもっと美味しいと思うのうん。 え思うだけだもんね <laughs> <laughs> 分かんないもんね <laughs> ちょいちょい、うん、<laughs> ひんやりしてなかったからさ、うん、ひんやり感をみんなにあ味わってほしいなと思って<笑><笑><笑>じゃあ冷蔵庫で冷やしてから飲んでくださいはいはいゆきちゆきまあ 毎度おなじみのこちらの商品でございますもうちょっと揚げていただいていいかなスミノフアイスですねうこれはもう王道っちゃ王道だけどなんかさもう代々木代々木バーバラってライブハウスがあるんですよそこで結吉はよくイベントやったりしてるんですけど絶対これ飲んでるイメージ絶対持ってる バーバラの中で一番美味しいお酒がこれなん。まあそれは間違いないけどなるほどねで一番みんなが買いやすいやつうそうそう。いいよね瓶がやっぱり渡しやすいよねコップたちがあってねこぼれないそうでこうやってパって渡してね飲んどけよとか言ってねくれたりするからねピンポイントで見てるねいやよくくれるんですよありがたいねまた次回お待ちしますはいはいじゃあ次テシコテシはですねこれ じゃじゃんドン引きれよスパークリング日本酒ミオっていうの知ってますかこういうのねドライっていうのが出たの最近ただのミオよりもうまいどううまいどううまいえ味うんとね甘くないあんまり辛口っそことかなそこまで甘っとろくないからずっと飲める甘っとろくないってどういうことかなあれケースで欲しいこれケースで ケースでお待ちしてまーす。あまっとろくないんだ。とろくないんだ意味はもう。<laughs> <laughs> じゃあということで乾杯して次のコーナーに行きましょうね。すごいじゃ <laughs> はいはい。<laughs> 飲んでた。<laughs> もうもう飲みながら今日やらせていただいております。乾杯。ちなみに目の前のお客さん飲み物あるんですけど、うん、今日はギリギリに来たせいでなしです。<う> <laughs> だってね。ひどいよだって。<laughs> 9時から放送なのにね。50。 8分ぐらいに来たからじゃあもう今日はちょっとごめんね終わった後にドリンクあげるからねってそうお預けですねなのにうちらは飲むっていう、ね、そうそうそう飲みながら放送しておりますはいそんな感じではいそれでは次のコーナーに行く前にですねはい、う,うーんと <laughs> <laughs> 皆様からメールを募集します <laughs> はい さっきも言ったんだけど私たちにやってほしい企画、こんなお気に入りを紹介してほしいなどなど募集したいと思います。コメントかここのメールアドレスまで送ってください。こっちねこっちねこっした。くださいよろしくお願いします。やばい今日時間がすごい余ってるね。大丈夫フリートークできるから今日はいっぱいできる。 はいじゃあ次のコーナーはさ、はい、っちゃんにお任せしますはいイエーイ,イ,エーイなんとなんと次のコーナーは学力テストイエーイはい私がちょっと問題を二人に出したいと思いますで、これのブーっていうのとで、あ、<と>逆かうんなんでこれブーっていうのあ、こっちかあ、もう一回、もう一回やるねちょっと待って、ね、<laughs> このブーっていうのと、このピンポンっていうので判定したいと思います イエーイ。負けた方はとかあるの<え>そんな。あじゃあじゃあし,しよう。ね。で <laughs> <laughs> 負けた方はなんかやってもらおう。どっちが負けた？ん？どっちが負けた？ どっちを負けたか外した方が負けたでしょそれはそそ嘘でしょ <laughs> 負ける負ける定義はそれだよ <laughs> そうだね <laughs> 正解しすぎた方が <laughs> 嘘でしょ <laughs> そんな大喜利してくださいみたいなやつじゃないんで消してそっかそっかそっかちなみになはい。問題は国語、算数、理科、社会、英語で二問ずつ作っておりますだから全部で十問あります バカにしてるよね算数とかさそういうの出すあたり。だって数学より算数じゃない？あ違う。数学習ったことあるの？数学ない。じゃあいいじゃん。ちょうどいいじゃん。ちょうどいいやん別に。いやでもできるかもしれないじゃん。対抗しないでいいよ。ちょっと問題見てから言ってくださいねそういうこと。あできるから安心して。そうだね。これ私十問考えたんだけど問題はどう出したらいいの？好きに出して。こっちコメント見てるよこっち。あ本当だ。 ああ本当だ。あすごいあもうねこれはものすごい面白い予感しかしないよね笑ってきてるもんバカにされてるよ見返してやれ見返してやれパッチで当ててやるからなあじゃあじゃあどうしようかなこれ本当に問題は適当に出していいの出すよもうどっかでも来いよはい出題では一問目英語英語英語はいあこれね口頭でいいや。 書くとね、つづりがなんちゃらとかめんどくさいのでい、ね、今日、6月23日と何曜日かを英語で答えなさいあ、9月23日、何曜日かを英語で答えろはいこれどうしたらいいんだろうね今自分で思ったけど早、早押し早押し待って、立て、一本はい、てしがらさん July 23 <laughs>

惜し,惜しいよ惜しいのはい出しがわさん十、ューントゥエンティースリーそれでブーって言ってるじゃん <laughs> <う>やばい泥次第感が <laughs> じゃジュえ十はーンでしょ泥次第感えドエンティじゃないあえ十ューンジュースリーだ違う違う違う十。<laughs> あじゃあじゃあじゃあもう分かったそこはハードルが高いようなので十。<laughs> ですねワン、ツー、スリーじゃなくて三までは、そうなんだっけファースト、セカンド、サードっていうふうになるので、トゥイニーサード、ちょっと待って、聞きなさい。できてないんだから、トゥイニーサードってなります。じゃあ、何曜日か。今日は今日はい、ゆきち、サーズデー。 正解あ、これ、これ、これいや、使う意味、意味、意味ちゃんと使って <laughs> あのー、テシガールさんにはね <laughs> 早く答えてほしかったんですよねこれ、ガールズー…サーズデイじゃん <laughs> うわそ <laughs> そ、それで <laughs> <laughs> やば<っ>もうそれでこの問題を出したんですよもうそれしかないんですよ、<laughs> 出す意味 今だってワイツースリーズこれさ何かさかねこれテッシー問題だったんだそうそうそうどちらかっていうとテッシー問題だったんですよ負けかこれもなのでゆうきちにワンポイントイエーイどうしようかな次の問題はあ、じゃこのままめんどくさいから英語英を出そうこれ書くこれ書くあ書く書く次の英語和訳しなさい 和訳って何 <laughs> 日本語にするのケー。OK <laughs>、まあ、まあそこも考えながらやっていただいて <laughs> 和訳って何かなと思いながら聞いてください。<Okay. S 1> いきます、マイ・フェイバリッ v イズ・エブリワンズ・スマイルちょっと正しい発音が私わからないんですごいなんだろう、カタカナの発音してますけど <laughs> 気にしないでください。マイ・フェイバリッ v イズ・エブリワンズ・スマイル。 書けましたかん違ういい,よー書いて書いてまい<イ> <laughs> あちょっとその間にねあれ読もうねあーこれちょっと待ってくださいねコメントがいっぱい来てます今日コメントめっちゃ多いありがとうございますでもこれね私しか今見れないんでねカンニングになると困るんでちょっと待ってね、はい、ゆきち書いてるからねはいはいなんジューンがもう北の国からにしか聞こえないって <laughs> <何> <laughs> ジューそれ違うじゃんホータールーンみたいなやつでしょちょっと発音が多分絶妙だったんだろうねなるほどねじゃ今度モノマネするねジューンねヒゲじゃなくてシワも描いてちゃうそうそうそうやろうやろうでも今日コメントがめっちゃ多いですありがとうございますもうどしどしコメントくださいこういう問題どうっていうのも私しか今見えてないんで時間余ったらやりますんでじゃどんどんくださいはいいかがでしょうか来た はいでは見せてくださいダダンじゃじゃんじゃあてしこからちょっと全然見えないけど「しがわらはスマイルが好きー」と <laughs> 聞いてねえよ <laughs> <う> <laughs> 聞いてねえよ <laughs> えでも合ってないまま <laughs> まあまあ、まあ、ゆううきちはいやいやうちはは、 私のお気に入りはあなたの笑顔です。ってもう百点。え、なんでこれで五十点でしょ。う十点。しかもここにも入ってない。しかも私手紙がわら。しかもさ和訳しなさいって言ってるのになんで英語が入ってる。しかもイーが小文字。イーが小文字。おしゃれに書いたから。イーだけ小文字にして。ま正確には私のお気に入りはみんなの笑顔ですっていう意味ですね。じゃあ五十点。 イエーイあの勅ガー原さんやフェイバリットっていうのはお気に入りっていう意味で <laughs> ラッシュシュってお気に入りって意味じゃないですか。 それでこの問題出手の問題じゃんから <laughs> でもねちょっと意図としない方向にいってるからねまあまあまあどうなんだろうね <laughs> いいのか悪いのかは置いといてとりあえず結吉もう2点 2> もうこれ勝ったでしょ勝ったね、はい、も10もあるんでしょ10もあるよ <laughs> まだいけるまだいける <laughs> じゃあ次は何がいいかな算数理科国語社会どれがいい選んでいいよテシ負けてるから理科 理科,行こう理科だけは得意だった。<う>じゃあ理科いきます。<おー> <laughs> 書いてくださいね。い赤リトマス紙が青になったら何色でしょうか。あまあこれ二<あ>択なんでね <laughs>。そういう問題にしました。大丈夫だよ。これ絶対当てた。リトマス試験紙って覚えてます。小学校の頃にあったこんな紙切れをさ、ううあそう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 。 あまあまあ合ってるよ <laughs> ビジュアルそんなだからねそうなんです <これ S 1> なんでってるよ絶対うんあうんって言っちゃった <laughs> 合ってるんだろうか <laughs> まあ似たくなんでちょっと運が強いのかどうかなとかちょっとそういう問題にしてみましたではいきます <laughs> せーのダダン。ちょっと待って待って待ってちょっと待って電 なななんんか、かあれじゃないだだって、んんのさ違 <laughs> 違うう、違う、でんぷんよ、は栄養人とも <laughs> ちなみに<が>正解はアルカリ性ですね。<laughs> うわ あおりとマスシが赤になったらてしこは合ってましたねじゃあーなるほどねでんぷんはもうどこからどうなったんだかもうよくわかんないし絵は正しいよ <laughs> イラストは正しいけど <laughs> いやなんかだって理科の実験言うたらなんかあれででんぷんでてくるキャ,ベキャベツのなんかで、うんぷ、うんさんじゃあ次 <laughs> 次ね <laughs> でしょ次の問題なんと、でんぷんの問題ですでちょっと私、そわそわしました <laughs> ゆうじゃんじゃあ次の問題いきますよく聞いてくださいね酸素を吸って二酸化炭素を出すことを呼吸と言いますでは、植物が二酸化炭素を吸って酸素を出すことを何と言うでしょうかわかったはい テッシーのさ分かったの反応はすごいんだけど <laughs> 大幅に外してくるこの感じは何だろうか <laughs> すごいこれやってるよあゆうき吉さん達筆って確かに大人 <laughs> っぽい字書くよね一番年下なのにねほんとだテシコちゃん大喜利になってるよって <laughs> これなななんよ <laughs> 大してないんだだけど大してい小卒だからな仕方ない <laughs> そうだ、ね、小卒じゃない義務教育義務教育 <laughs>、はい はい。あ来た。ではお答えをダダン。待ってだから私見えないんだって。<laughs> <laughs> 高校生排出排出排出。種種種種 <laughs>。排出 <laughs> 排出。あ排出あこれこれさっきのやつの裏写りね。<laughs> 排出ね。排出。正解はいますなんと。ほら来た。 これだめディスコー理科は得意だ,ったんだってはい光合成って言いますちなみに光合成は二,二酸化炭素を吸って酸素を出す時に栄養素もできるのでそこで澱粉が作られますってことで澱粉の問題でしたじゃあゆきち選んでいいよ次やばいめっちゃペース早いな国国国国語、国語、国語、国語,国語やばい国<語>ちょっとこんな予定じゃない問題が全然足りない募集します <laughs> <laughs> ちょっと予想外の速さです <laughs> 募集しますはい国語、うん、1>, 1問目はい雨にも負けずは皆さんご存知ですか、うんうん、知ってる気がする ちょっとね私も全文は覚えてないのでね雨にも負けず風にも負けずあれだよね雪にも誰だよ何これこれこれ怖い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 それそれメロスメロスじゃあもうまもうもう何も言わないですよあなんか来たよほら妖精さんが届けてくれたちょっとこれこの問題が終わったら読ませていただこうかなはいなんだっけ 雨にも負けず風にも負けず雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち欲はなく決して怒らずいつも静かに笑っているっていう冒頭から始まる「雨にも負けず」という作品があります結構小学校の教科書にも載ってるようなみんなが知ってる哲夫みたいな名前の人が書いてるやつこの作者を答えなさい今のでいいよ。 <laughs> そうな、なんだっけな。で、ちょっとゆっくりゆっくり。雨にも負けず。じゃ、ちょっと考えてるうちに、さっちゃんはコメントを読んで、うん。今、今来たやつなんですけど。やってほしい企画ですか。一回見てる人に逆転して話す企画はどうっていうこと。逆で。だから、電話番号も事前に聞いておいて。うん、放送中に。電話、うん、電話いきなりかけるとかじゃない。ああ<ー>。テレフォンショ あミートも的な明日来もらますかみたいなあなるほどなるほどゲストにゲストを紹介してもらう的なああそれ楽だねうちらびっくりじゃんダメなやつじゃんはいこんな感じでコメントをどしどしくださいじゃあちなみにちょっとヒントをやろうあざっす その人の他の代表作を教えたいと思いますあ、今持ってる持てないあ、なんだえーと、他の人のあれ有名な、他の人じゃないその他の代表作は注文の多いレストランあれ、ピンと来てるあ、前は来てる、前は来てる、大丈夫 <laughs> <laughs> ちょっと真ん中だけ来てないな <laughs> 多分こんな感じ注文の多いレストランってあれですよ、あの カリウドたちが山に行くじゃないですすかそうするとレストラン西洋料理店みたいのがあるんですよ。でそうしたら中入ったら服を脱げ<っ>金属を外せみたいになってってっだんだんなんか油を塗れみたいな、はい、塩コショウしろみたいになってってっあれこれ俺たち食べられるんじゃねって気づくお話が注文の多い料理店って言うんですよ。 知ってましたお二人、うん、知らないあ、ちょっと待って <laughs> <laughs> ヒントにならないこれいや知ってるよねなななんんかこんなような名前だよねあね勝手に出すね <laughs> <笑><笑>すーごい爆笑会場が爆笑に包まれております <laughs> 違うのかちょっとじゃあもう出してみようかね<笑><笑>すごいね <laughs>

もう言わなくてもいいから二人とも間違ってるよ。二人とも間違ってる。正解は正解。宮沢賢治です。それだ。やばい。やばいゆき。それでも分かんなかった。トトロトトロだ。やばい。て。やばい。トトロは違うよ。鉄を鉄をどっか行ったから。トトロはジブリのだからさ。それ早生でしょ。そうそうそう。宮崎早生でしょ。 びっくりする怖いやばい <laughs> 怖い怖思ってたより怖いちょっと想像以上に進まない 2>, 2対 1, 2対1あとでも20分しかないの早いねいや全然全然問題足らないよ <laughs> 今<の>面白い何ポイント ?12 てしこ光合成しか合ってなかった、うん、光合成しか合ってないゆきち2ポイント,イントやばい思ったより接戦です 追い上げてもう加速していくしかないやば全然いけるやばいこれさっちゃんもなしりだね野口五郎トトロこれさっちゃん大変だ大変だよ助けてよ予想外だよもう酒飲んでないとやってられねえわなんかあったらもうあげるから。いただくよ面白い。テストは楽しいねはいじゃあこれ最後にやろうと思ってたんだけどな国語の 問題を次の問題国語、はいうん、これいっぱいあるの<ん>漢字を読みなさいあ、はい、も得意だわ行けるわ還元三級読むよこれ予想外一二三四一回落ちてるけど三級読む六七枚あります<ん>じゃあ上からいこうかなうあこれ見えるね一万目バンこれ書くあこれ難しいやつだった <laughs> 難しいところ出しちゃった <laughs> <laughs> よ<し>これ書いて こう有名なやつない花果物みたいな「か」「か」ちょっとさちょっとそんな気にしないでね「鉄」「鉄」「気にしないで鉄」「お」が入ってきちゃってさ全然「子の言葉入ってこなかった「鉄」「お」しか見えなかった今「鉄」「お」の存在感すごいよ今これこれ分かる人会場「手」「あ上がらない」 あ、あ、一人野菜野菜違うあ、違うの野菜じゃないあんまヒントをあげないように気をつけてくださいね <laughs> ってことは果物だなあれ違うのじゃんこれどこに置いといたら見えやすいかなここ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 でいいですかうんうちはもうこれでいく絶対違うねこれね絶対違うね <laughs> <laughs> 絶対違うね <laughs> <laughs> 大喜利だよねほんとにだってもうこれしかないもんじゃあじゃあ教えてくださいこれは何て読むあいいお二人で教えてちょっと声で出してまだ結吉にス数あげたいよ私はいっぱい考えるかもしれないああ絶対違うとは思うけど。 花入ってるしでもさっちゃんがさっき「かっか」ってやってたから「ラと思ってと思ってそんなヒントはポロって言いません私これ正解は「一軸って読みますへはい私もこれ問題に何出そうと思って難読漢字を調べた時に読めなかったうんそれ読めないわさっちゃん読めなかったらあじゃあ私が読めたやついこうかね <laughs> <laughs> じゃあこれこれちょっと簡単なやつちょっと知り合いにこういう人がいるもんで私はちょっと読めたんですけどけたいいねなんかさ <laughs> ティッシはさニュアンスだけで書くじゃんで変えないじゃん絶対結吉一生懸命考えてくれる <laughs> いやほら一応関係するなちょっとまだ出しがいがあるよねうれしいよかった <laughs> <laughs> もう大喜利の匂いがあって来てるよ違うガチはいじゃあ行こうせーのババンちょっと待ってえ真剣に考えてくれるって言った後にこれ出すフフフフクマねクやし猫これ正解はパンダですパンダ嬉しい正解追いついたあこれ全部で一問なんでねじゃあ多く正解した方に一ポイントってことかそういうことねあでもじゃあこれ き返し問題でね取っておこうかなって最初思ったのねでもまあいいやちょっと低レベルなんで1問一点これ紙がなくなりそうあの同じところに書いてくださいどっか端っこ使って書いてくださいあのなんだっけ稼い稼いのそのページだけはやめていただいて哲夫以外のページで書いてくださいちょっと笑っちゃうから無駄にはいってことでしたお次の問題 何がいいかなちょっとねうちが読めなかったこれは一番最後がいいんだああああああ,あ,あこれじゃじゃん読めるかなこれは読めるわこれは読めるこのままじゃんだこの読めるが怖いの <laughs> 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 この読めるがねデしコも絶対違うと思うんだよ <laughs> だって今の速さ違うもんはいはいでは教えてください ところてんほら、きたしんさ。絶対そうだと思った。勇気で正解。これで、三、二。え。予防。これところてんって読むの。知らない。なんで。しんた。ね、分かったって。分かったって言った瞬間、もうしんたって書くだろうなと思ったもん。だって、読めなくない。ところてん、なんでだろうね。ちょっと、それは調べてください。調べて。 はいじゃあ次ね次はねあとね1234問あるんですよ、うんうん、これだから考えてね <laughs> <laughs> もうもう分かってね <laughs> 考えてください <laughs> コメントでも哲夫がじわるってきてるんたたできた,できたそれではお答えを はいはいデンクラゲクラ…おおクラゲ世界残念違うのあ、そっか海の星海の星イルカえ、なんでなんだっけウーパールーパー待って、ウーパールーパーは海にいません星型のぐじゅぐじゅ動くやあ、そう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 なんだっけなんだっけ人でだよナメコはこんな、こんなぐじゅぐじゅしてるやつだよ やばいよね怖いよね海にいる星だよって言って <laughs> ウーパールーパーって言うんだよ怖くないナメコかナメコはキノコかあれこれはナマコだナマコか間違えた惜 <laughs> しかったな <laughs> <laughs> これは人手ですあと海の豚と書いてイルカかなカ、うん、そうイルカだから海の星じゃないんですよそうそういう結構当て字的なものも結構ありますね すごいね今日いっぱい勉強になったねねでもすぐ忘れちゃうどうしよう忘れちゃダメだよじゃあ次これじゃじゃん余裕が余いけるでしょう。これうち読めなかったいや、これ読めるわこれうち読めなかったさっちゃんの突っ込みがだんだんきつくなってるまだいけるわできたよはい教えてくださいほくろ 黒子 <laughs> <laughs> ゆきち正解、えー、なんで <laughs> だからうちが読めなかったんだってそっか漢字三級だ <laughs> 今更 <laughs> 漢字三級ちゃう,漢検うそうそう,そう,そう,そうこれほくろって読むんだってね<で>黒い子え<ー>そこで読めなかったうちも黒子って読んで 黒子だと思ったねなんか小学生ぐらいの時にこれやったけど小学生あそっかそっか黒とこう習うじゃん習うね早めにその時になんかこう教わった教わった黒子ちゃうでつてそんな記憶がなかったですはいやばやばこれダメじゃんここで勝たないともう終わっちゃったもう口も回ってないですねはい次あと2問ですよ最後はね この二つ私読めなかった。うん、次ダダンダダンすごい書くの早いねもう何も言わなくなったよ。これ読めた。なんで早いのかな <laughs> 読めな多分分かんないやつ早いよね二人とも。いや読めた読めた。読める読,読める,読める全然読める。じゃあください。<laughs> せーの。カギ<牛>。待ってどこに書いたの <laughs> 二人とも。カキカキカギカ二人で喋んないのよ。<laughs> 待って、かきはまあいいとしようよ鍵の説明もらっていいかなだから、どういうものだあれじゃん角の「か」じゃんこれで牛じゃん鍵どういうものかなあこれちょっと説明をもう一個豚豚ねえ牛のんか ブイみたいな感じかな。なんか登場。うちがフォローしなきゃいけないの。登場部登場部。登場部みたいな。感じちゃうの。これちなみに客席わかる方。おお。あ、いいよ、言って。カタツムリだって。おい。でも残念ながら答えを書いた後です。正解カタツムリでした。これ読めないよね。読めない。なんで失うんだろうね。ね。こわかんない。あ、かな。えー 私もこれ読めなくて実家に帰ったタイミングで弟が今大学1年生なんですけど弟とこの難読漢字やっててまあ弟が読めること読めることへえすごいなこれ読めて大学生すげえなびっくりした出そうと思ってあれ大学生じゃんお前あれあれあれ,あれえっとねまあ,まあまあ難しいなってそう難しい問題を選んできましたもう最初の簡単な問題出しちゃったんでさあ最後の1問 ラン。これ読める。それは読める読める。嘘でしょこれ読めなかったよ。これ食べ物の食べ物で。違うの。嘘。嘘。嘘。食べちなみに何て書いたの。返答って書いたんじゃないの二人とも。ほら。待って線ーない。何？食べ物。 食べ物ね。何それ？食べ物です。食べ物です。何それ？桃？すごいよね。うちも偏ってよんだからさ。<laughs> でも偏頭痛の偏頭ってこれじゃないの？間違うの？桃が違うんじゃない？桃違うの。桃じゃない。こんな感じだよね。へ<ー> <laughs> え分かったよもうかけた。牛吉は？うわーちょっと待ってね。うん。これなんか桃って関係ある？ ないのかなえ関係ない気がするよなんだなんだろう多分関係ないと思ううん何こういうのを期待してたのこういうこういう感じいろんな問題に置いてねこっちょっと予想外だったから今までなんだ食べ物です食べ物さあちなみに客席分かる方おおあっうん これチョコレートに入ってる。えっ？え？全然違う。待って。チョコレート入ってんの？もう漢字の最後の問題だからね。ちょっとヒントいっぱいあげるよ。待ってチョコ。<laughs> これこれ見せてこれ。<laughs> チョコレートに入ってるってのさ。<laughs> 正解正解。減量書きやがった。<laughs> それ違いますね。違う、うん。違う。びっくりした。ちょっと面白すぎて。 カカオじゃない、だってチョコレート入ってるでしょうチョコレートに包まれてるんだよこれ絶対これチョコレートに包まれてんのこれ正解アーモンドでしたすごいヒントいっぱい出したけどねそうしたら今3点ずつうんうんんか逆にいい勝負にさせてしまった気がするはいで以上国語の問題終わりです

一分間に六分の一の速さで、全部食べると残りの量はいくらでしょうか。何。<laughs> もう一回言うよ。はい、そうしたら、もうすぐ答えだよ。三分の一と四分の一と五分の一のケーキがあります。うん、それを一分間に六分の一の速さで全部食べると、残りの量はどれぐらいでしょうか。何それ。え、何言ってんの。三分の一。え。え、<laughs> 何言ってんの。これもういい。 う,うんもういいもういいもう1じゃねこれ11にするうんてしこ1うんちょっと結城さんシュールなケーキとかもあるんだね45分の1結城ち45分の, 1, ユ45分の 1, 1もう分かんないもんだって1だよほら全部てしこその辺すごい <laughs> ケーキケーキあなるほどね <laughs> 4分の15分の1っつって正解は問題よく聞いてました問題もう一回読みますね3分の1と4分の1と5分の1のケーキがあります それを一分間に六分の一の速さで全部食べると残りの量はいくらでしょうか。ゼロだ。そうでーす。<laughs> <laughs> これ計算しなくていいんです。引 <laughs> っ掛け問題でした。全部食べられた。<laughs> <laughs> 全部食べられた <laughs>。よかったよ <laughs>。よかったよ <laughs>、ね。ね、よたよ <laughs> そう、ちょっと問題をあえてこれなんだ計算しなくていいやつにしたのね <laughs>。<laughs> すごい真面目に計算してくれる <laughs> こういう時ばっか <laughs>。 なので、次は真面目な計算問題を出したいと思います。はい、はい、ここれれ計算しててくださいえ,えこれこれまで入ってるあ、そう、ごめんねちょっと書ききれなかったセンスがなくてさ2段になっちゃったんだけどえ,え、もう分かんない、待て<ん>はい計て、計算して計算して計算してあ漢字の問題が難しすぎるって <5? S 1> そうそういうかい、ね、答を待ってたからね漢字の問題はね、難しくていいの。はい 今ちょっと真面目に計算しておしゃべりできませんね。できた。はい。はい。うん。また。答えを教えてくれろ。六三あまりに待ってどうした？<laughs> <laughs> あまり出てきたよ。<laughs> なんとねこれだけね真面目に解説作ってきたよ。<ー>まずねこれねえー、っとね。 あ、そう、掛け算足し算ん足し算、引き算掛け算割り算あったら割り算掛け算を前からやるんですよだから12割る3します4じゃんでこの式になるでしょでうもう終わりの時間あよ。10分勘違いしてた <laughs> <laughs> あ,あってことです <laughs> <laughs> と、ね、<laughs> はいで次の問題がまだいっぱいあるんですけどこれは次回やりたいと思いまーす <laughs> はい、ごめんね、やばい、十分、やばい、十分勘違いしてました、ゆっくりやっちゃった。じゃ、あ、ちょっとだけ告知しよう、ゆきちなんと、ゆきちなんと、主催ライブ、主催ライブ、主近々行われます、六月二十六日、今月ですね、さっちゃんの誕生日の日、当日、やらせていただきます。遊びに来てください。場所は代々木バーバラさんで、十八時十五分オープン、十八時半スタート。で、で、二千円。 つワンドリング2600円で入れます。はいすごい。はい豪華な出演者がたくさん揃ってますのでぜひご来場いただきたいと思います。はいお越しください。お願いします。そしてテシコからもお知らせが。えっと8月の17から20、19から20 2あの何だっかもう一回言って。<laughs> 17日から21日に舞台に出ます。はい。えー、よかったら見に来てください。よろしくお願いします。詳細はテッシーのツイッターブログからチェックよろしくお願いします。はい で、テッシーが7月3日まで、うん、まで、うん、で、ちょっとライブを一回ストップして結婚の方に専念されるので、はい、その間はソロで活動しますのでよろしくお願いしますちょっとライブとか覚えてないから調べてください、はい、<laughs> よかったよかった<ら>ちょっと焦ったわったすごい焦ったセ <laughs> ーフセーフ <laughs> 時間足短ないと思ってゆっくりやろうと思ってたらゆっくりすぎたわ。ゆきちどうだった？いやー、うん、全然わかんないねこれね。<laughs> 難しすぎるよね。そうわかる問題はわかるよね。いや一応だって現役大学生なんだよ。うんちゃんといい塩梅狙ったつもりなんだけどさ。<えっ S 1> いやーなんか意外とできなかった、ね。しかもサ対タで勝負つかなかった。本当だねー。うん、じゃあもう次うちが出る時にもう一回やろう。うん。しかもさこれ途中から忘れてたわ。ゆ <laughs> っくりやった。そう。ゆっくりも。<laughs> 次回次回これをしっかり使いこなせるようにしかもこれ今日この場に来てこれあいいの見っけたと思って使っていいですかって聞いたのいいよって言ってくださって最初の2回ぐらい押したね2回ぐらいでも全然間違来ないはいどうしようあとねちなみにあもういいやこれ言っちゃおうテッシーが私に問題作ってって言った時に「泣くようぐいすほととびすっていう問題を作れって言われたのそういう問題をそれは正解だもん ほらいや、絶対合ってるから <laughs> このにさいや、マジ爆笑だわみたいな、うちが送ったの、LINE で、そうしたら、何がみたいな返事き来て、<laughs> あこれ、気づいてねえなと思って、そう、で、それをちなんだ、泣くよ、グイス○○○と、泣かぬなら、な、ね、なななホトドギスっていう問題を用意してたんですけど、はいあと10秒なので、<laughs> 終わりにしますよ、来月もお楽しみにーしみー、ありがとうございます。<laughs>